吉田さん、お金のことしか考えるな。まあまさにそうですね。前回私がお話したのとちょっと重なるところがあると思いますけども、この子、この女の子好きだなと思ったら、とにかくね、四六時中その子のことを考えてると思いますし、その子が少しでもこっちの方にね、目線を合わせてくれるように、なんかおどけて見したりね、大きい声出してみたりとか、いいとこ見したいと思ったりとかするはずなんですよ、闘争心ある男ならね。うん、まあでも一番欲しいものって何かっていうと、私はいつもね、欲望に忠実になれとかね言ったりします。あの、物欲を持てとかね、欲望が最も純粋なものだって言いますけども、それは純粋だと思うんですよ。四六時中頭の中駆け巡っていて、どういうふうにそれを手に入れようかと考えてるわけじゃないですか。やっぱり人間の原動力といいますか、結果を出すことのマインドセットっていうのは、どのぐらい思いを込めるかだと思うんですよね。まあ、ですので、お金の問題を解決しようと思ったら、いつもお金にこだわっていることだと思うんですよ。そしたらお金のことに対してはすごくプロフェッショナルになってくると思うんですよね。でもお金の、似てるんですけど、これから言うことは、お金の心配事が多いってことは、お金を心配するプロになっちゃうんですよ。いや、心配することと考えることってのは違いますからね。考えるってはあくまでも解決するための手段を試行錯誤するってことなんですよ。心配して頭の中にモヤモヤしてるっていうのは、これはね、何も進まないんですよ。ですから私は思うんですけども、お金の問題を解決するために、やっぱ100手200手って考えて全てを試していく、しかも何回も何回もですよ、同じことを何回も繰り返していくことによって、どれだったらどのぐらいの跳ね返りがあるのかな、反応があるのかなってことが、やっぱり手応えが感じれると思うんですよ。自己アフィリエイトをどんどんやっていく、これでもね、まあ本当に自己アフィリエイトでも全てが学べると思います。私はもうね、日本で一番自己アフィリエイトが詳しいんじゃないかなっていうぐらいやりましたし、今でもその意識を持ってるんですよ。うん、で、自己アフィリエイトだけじゃないですよ。この情報発信に関しましても、いや、あのね、サイトをね、1万個以上作る人間なんて、この日本に何人いるんだっていうレベルですよ。うん、多分私が、そのサイトをね、量産した選手権とかがあったら、まず決勝には残ると思います、私は。で、あと YouTube もそうですよね。 YouTube も吉田さんかなり上位に行ってまして、私なんて追いつけないぐらいだと思いますけども、でもやっぱりね、同じようなこの熱量で YouTube を日々撮影してる人、1日に10本20本30本50本撮ってる人ってのは、この日本に何人いるかなってことを考えるんですよ、ね。で、 YouTube って何かっていうと、これ完全に集客なんですよね。 YouTube でいろんなところにログを残すことによって、そのログにたまたま気づいてくれる人がいっぱい増えるんですよ。特に YouTube は吉田さんもね、私もそうですけども、いろんなテーマとタイトルでやってるじゃないですか。最近私はですね、昔のアニメのカセットテープのレビューをしてるんですけども、ここにも反応があるわけなんですよ。こんなものにも。だってカセットテープですよ。カセットテープって今使ってる人いますかって話じゃないですか。でもあえて私はカセットテープをやったんですよ。それはなんでかっていうと、そこにカセットがあるからなんですよ。カセットテープというものがあって、それについて自分が、あ、カセット懐かしいなというふうに思うんですよね。じゃあ思ったことを言葉にして発したら、同じように懐かしいと思う人が私とね、ぶつかるんじゃないかなと、接点ができるんじゃないかなと思うんですよ。まさに集客ですよね。久保哲郎という存在に気づく人を作るためのネタをどんどんログを残していく日々、私が100日動けば100日分のログが残ると、1000日行けば1000日分のログが残ると、これを繰り返してるんですよ。人生終わるまで、最後の一日まで。まあ、これがね、全部集客でありビジネスなんですよ。私は暮らしの中にこの集客とビジネスがもうバッチリ入り込んでるんで、あえて集客しようとか、あえてセールスしようとか、あえてビジネスしようって思わなくても、私が呼吸をしたことが全てビジネスになる、そのぐらいのレベルでやってるんですよね。ということでね、吉田さんがお金のことしか考えるなっていうことに対して、私も同じように思っております。今回の動画でね、私がどのぐらいね、自己アフィリエイトによってネットビジネスに出会ったことによって自分の人生とか自分のね、思考が変わったかっていうことがよくわかると思います。もうはっきり言ってね、本当これだけやってるって感じですよね。これだけをやっていて、なんでしょうね、このインターネットとかパソコンがなかったら、私はね、江戸時代に生まれてたら何をやっていたんでしょうか。本当に想像がつかないですよね。ということでございました。ありがとうございます。